今日はパドレス。どうもプロスピナーバーゲニーの荒野隆です。よろしくお願いします。ワナちゃんです。よろしくお願いします。集中ありがとうございます。昨日はドジャースの格好、今日はパドレスの格好、どっちのファンなんだお前はっていうね、うん、パドレス。さあ今日ね、非常に興味深い、うん、さあ今日はね、非常に興味深い動画になってると思います。題して、実はこの投手大会でめちゃくちゃ刺さります。本邦初公開しようかなスペシャル、ありがとうございます。皆さんもね、去年からプロスピやられてる方だったら持ってるかな、持ってる確率は高いかなっていう投手でございます。眠ってるかもしれないね、あなたたちの選手寮に、こちらでございます。はい、上沢投手でございます。ありがとうございます。ですね、まあ、この上沢投手なんですけども、あんまりね使用率は高くないんですよ。そう、ただ日ハム純正の方は分かってるんですけど、この上沢投手めちゃめちゃ強いです。はい、もう本当ね、この上沢投手は正直ガチオーダーにも入るぐらい強いです。そう、12球団の大会で全然5人の指に入るぐらい強くて、本当にねこの上沢投手はめちゃめちゃおすすめでございます。まあね、これは去年のシリーズ2、まあ、最後に出たやつですね、なんですけども、まあ、スライダー、カットボール、ナックルカーブ、ね、高速シンカー、まあ、いろいろあるんだけど、これはね、間違いなくツーシームとフォークを高めに投げ分ける配球。これがめちゃめちゃ刺さるんですよね。はい。まあ、この配球を皆さんにちょっと今日、お教えしようかななんて思います。配球のオップがね。で、キレ伸び、尻上がりということで、まあ、得のも、まあ、強いですよねって話ですね。まあ、この能力で多分今年のワールドスター出るんじゃねえかなと思います。まあ、ワールドスター出るのかもわからないけど。ということで、ね、早速、やっていきたいと思います。今日ね、ちょっと日ハム純正でいこうかな思ってます。ぜひ最後までご覧ください。よろしくお願いします。それでは行きましょう。ほうほうほう、ライク君。ライクちゃん来たのまた。大会で当たったよ、俺、ライクちゃんと。偽ライクです。はい。まあ、当たり前のように偽ライクでした。ね。間違いなくリボンが違うということでございます。ただね、まあ、相手の打率が4割2分9厘ぐらいあったんで、まあ、全然うまい方かなと思います。まあ、上沢さんどれだけ通用するのかでございます。よろしくお願いします。さあ、打撃いきましょう。グリフィンですね。グリフィンね、本当最近流行ってて、うん、僕はねグリフィン打てる体質なんで全然問題ねえんですけど、グリフィンはね、まあ、僕通信も主に張ってます。で、これまっすぐ、まあ、まっすぐが来てるのは、まあ、回転がないから分かりやすいし、通信も貼っとくと僕は打ちやすいかなと。今ナックルカーブもね、まあそうね。で、スプリットもあるよね、確かね。そう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 。はいはい、そうですね。まあ全然、僕はグリフィン見えてますよ、アピールですよね。はい、ありがとうございます。今のはもうクソボールだから手出さなくていい。クソボールすぎる。はい、ラッキー。一回も振ってない。ありがとうございます。さあ、ショヘイ・オオタニ、ワールドシリーズ進出おめでとう。やはりドジャースが行ったかって話ですよね。まあ、パドレス、そう考えて惜しかったな。はい、超えてけ。ありがとうございます。パドレス、そう考えて惜しかったよね、マジでね。まあ、本当打てれば勝てたかなっていう感じだったけどね、パドレスはね。さあ、3番清宮ですね。まあ、清宮さんね、この刈り上げがいいよね、このなんか刈り上げてる感じが好きなんだよね、清宮くんの。さあ、いこう。まあ正直ね、もうこのグリフィンはもう全然苦にしないっすわ。あー、で、あれですね、チーム魂杯じゃないわ、大谷翔平カップがもうすぐ、来ますよね。なんですけど、僕ね、まあ、大谷翔平カップもちろん気合入ってるんですけど、このね、チーム魂杯めっちゃ気合入ってて、もうすぐね、多分スピ解放の時期が来ると思うんですよ。明日ぐらいに来るのかな、分かんないですけど、来たら僕鬼のスピ解放しますわ、2チャーム。はい、もうあのチーム魂杯に向けてがっつり育成します。まあ、ただね、その前に大谷翔平カップがあるんで、まあ翔平カップで、はい、まあ、参るように頑張ります。30代のブレ出ますんで、
最高。いや、仕上がってんな。まあ、この稲葉さんもね、今4300かな。あの、一度セレクションの取れなかったんで、まあ、ちょっとスピーカー予報で4500にしようかな、というふうに思っております。はい、もう苦にしないよ。うん、全然苦にしない。もう3点あれ、噂はいけるって言ったんで。で、片岡さんもね、今、4300なんで、これもスピーカーいいっすね。はい。スピーカーの選手が多いんだよな、やっぱ日ハムって。偉いっすね。まあ、日ハムってね、まあ、正直もう結構固まってるんで、こう金子誠で打たせようやっていう話だと思うでしょ。もうね、アルカンタラなんですよ。アルカンタラ、アルカンタラですね。で、こうね、右に構えるけど、僕は、左にすると。左信者かこいつはということで、多分もうバレたでしょうね。うん、はい、ありがとうございます。セカンド誰？山田哲人。残念、そこに山田哲人。さあ、噂さんですね。まあ、噂さんの配球をちょっと皆さんにじゃあお教えしようかな、いうふうに思っております。まずね、この方、4割2分9厘だったんで、速球は普通に打てる方だと思うんですよ。なので、入りはフォークでいきます。はい、このフォークが、この回転がね、通常に似てるんですよ、実は。で、次通常に投げるんですけど、これ結構ね、似てるから振っちゃう場合あるんですよ。これ、でしょ？これ。これがめっちゃ強いのよ。この配球は強いんだけど、こればっかりしてると、まあ、バレるんで、ちょっと低めに投げたりとか、まあ、ライト OK、ナイスです。ちょっと低めに投げたりとかして、目線を変える。で、あのね、これだけじゃないんですよって、噂さんの強いところは。こういうね、スラカットの配球もできるんですよ。こういうね、とりあえず今スライダー投げておいて、次カットボール投げて、はい、パスト。まあまあ、この方は打つ方だからしゃあない。二塁させや。で、まあ、ここ多分俺の予想、ツーシームでいいかなっていう感じします。多分振り遅れるかなっていう。OK よ。まあ、振ってこないから。で、ここに高速シンカーもめちゃおもろいっす。これ手出してくる人います。これ手出さない。で、ここに、フォーク1球。バツーンと。はい、ありがとうございます。スタート。はい、OK。実地にハマってるね。4割2分9厘よ。ランクで4割2分9厘って結構強いよ。で、ストレート通信持ってる選手はもう、みんなこのストレート投げた方がいいっす。これ振る場合あります。もう一球いっていいと思う。これを振り、通信だと思って振っちゃってるんですよ。この人は振らないか。じゃあ、一球ナックルカーブいこうか、うん。ここのね、あんまり曲がらないナックルカーブ。これ強いですよ、めっちゃ。はい、ありがとうございます。で、フォークですね。通信に見せてのフォーク。はい、ありがとうございます。いいよ。で、ここ、コスチンカで、チェックメイト。メイトチェック。じゃあ、ここ、おもろい一球投げますわ。ここのフォークです。これおもろいっす。めっちゃおもろい。まあ、ええわ。この方、打てる方やからな。まあ、知らないな。で、右バッターには、ツースプー配球もいいんだけど、ツーシム配球もいいんだけど、ここで、一球ね、ここのカットボールを挟みます。はい、ありがとうございます。レッツゴー。あのフォークは嫉妬。ごめん。あのフォーク嫉妬です。申し訳ございませんでした。ソレイタ。ソレイタがめちゃくちゃ打ちやすいからね、マジで。はい、ソレイタ。それ板の打球。最後が山田哲人でしょ。山田哲人は、まあ、内角結構張ってくるんで、パリ系でこのツーシームとか結構おもろいと思うんですよね。これ結構おもろいっすね、多分。はい、で、まあ、一球フォーク挟んじゃったりして、はい、全然いいっすよと。で、カットボールに振らせる。これボールでいいんですよ。これをね、振らせるのが噂なんですよ。危ない。で、ツーシームで、しまいですね。はい、チェックメイト。ありがとうございます。さあ、阿部監督ですよね。阿部監督に関して言うと、もうこのフォークでいいかなっていう高めの。ここはもう、進んでフォークにで攻めていこうかな。多分ツーシーム張ってるんで。ですよね。で、ここに高速進化でしまいですかねと。チェックメイトです。はい、で、これもう一球いきます。はい、もう一球いかせていただいて。
はい、ありがとうございます。セカンド、はい、ありがとう。稲葉さんね、稲葉さんの配球はもう分かってますよと。ここのまずナックルカーブなんですよね。これが強いっす。はい、OK! ありがとうございました。この噂投手、大会だったらめっちゃ刺さります。ぜひ、使ってみてください。選手寮に眠ってる方、掘り起こしてください。ありがとうございました。